こんにちは、ケントチャンネルへようこそ。ケント・ギルバートと申します。皆さんご存知の通りだと思うんですけれども、1941年12月、日本では8日、アメリカでは7日、そこに真珠湾攻撃がありました。それについて、アメリカ政府はプロパガンダ作戦を始めて、リメンバーパールハーバー、日本の奇襲攻撃だということにして、ずっと戦争を遂行していったわけなんですけどもね、実はですね、これ奇襲攻撃でも何でもないんですよ。最近、長年ですね、その真珠湾の前のアメリカがどれだけの情報を掴んでいたかということは、トップシークレットではなくてですね、超トップシークレットにされていまして、でつい10年ぐらい前にようやくその情報が公開になりました。で、公文書館を調べて全部事実を書いた人がいます。この人はですね、スティネットという男が書いた本なんですけど、私これ読みました。正直言って眠くなります。これは なぜかと言いますと、これがこの中に次々と日本の行動をアメリカがどこで情報をつかんで、それをどこに伝えたかということが事細かに全部書いてあります。で、こう見てるとですね、フットノートがものすごいんですよ。フットノートが見てください。まあ大変な本です。その中にちなみにこれ日本語になってないんです。その中に地図が出てます。この地図を見てみますとですね、環太平洋にアメリカ、イギリス、オランダ、アメリカは17カ所、イギリスは4カ所、オランダは1カ所、計22カ所の防獣施設があったわけですよ。ですから、その間日本がどういう動きをしているのか全部分かったわけですよ。これは戦争が始まる何年も前からこういう施設がありました。日本の通信ももちろん暗号化されてますが、その暗号は、解読されてました。途中で新しいのが来ると1、2日でそれをまた解読すると。ですからずっと見ました。で、真珠湾攻撃に関して言うとですね、ここのまずね、この辺エトロフ島に集まったんですね、日本の海軍が。で、そこからこう徐々に北太平洋を渡ってハワイまで行くんですが、これに関してはですね、全てトラッキングしてたわけですよ。意外とですね、当時は GPS とかないですからあれですけども、どの周波数を使ってるかによってどれだけ長い距離を飛ばしているという、だから大体どこにいるかということがよく分かった。そして、ここで掴んだ情報をですね、それは軍の指揮系統の中で上に報告して、それは全てホワイトハウスまで、ルーズベルトのところまで行ってました。もともとですね、ルーズベルトはですね、第二次大戦に参戦したかったんですけれども、世論調査は 80% 以上大反対だったわけですよ。ですからできなかったですね。で、世論を引き寄せるためには日本に最初の攻撃をしていただいたら、アメリカの本土が日本に攻撃されたら、アメリカ人は参戦することを賛成すると思ったんで、罠を仕掛けたわけですよ。そしてお見事、日本はそれにはまってしまったわけですね。こういうのがもう本に詳しく書きましたから、後で読んでみてください。非常にすごい話です。というのはですね、掴んだ情報はハワイの司令官には知らせない。したがってハワイ現地の司令官は日本軍が来るということを知らなかったですよ。他のところは知ってましたよ。フィリピンにいるマッカーサーも分かってました。でも、ハワイだけは分かりませんでした。おかげさまで2300人もの米兵が、犠牲になったわけですよね、ルーズベルトのこの陰謀のために。ということをね、私は8年間、米軍陸軍の中で情報の仕事をしていた、妹の旦那に話したんですよ。そしたら、そんなわけがないよってこう言うんですね。
で、だって空母なかったでしょ、少しでも使えるような船全部出てたでしょ。いやそれだけでは。ですからね、この間クリスマスに、その妹の旦那にねこれを差し上げました。幸いにしてその間にですね、彼はいろいろ調べて、でこれ読んで喜んで受け取りました。今度は彼の反応を聞きたいと思います。もうアメリカ人がみんなの日本が悪かったと思ってるけれども、決して、まあやったことは悪いかもしれないけども、日本が悪かったではなくてですね、これルーズベルトが考えたことなんです。プロパガンダって怖いですね。Thank you.